WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ、田中恒成の初防衛戦、まもなくゴングを迎えます。日本最短5戦目で世界の頂点に駆け上がった田中恒成の初防衛戦。さあ第1ラウンドのゴングを迎えます。立ち上がりの第1ラウンド、初防衛戦、田中恒成。さあ緊張の立ち上がり、対戦相手はフィリピンのハードパンチャー、ビッグサルダール。左のジャブをまずついていきました。さあ田中恒成の初防衛戦です。前回5月に奪った WBO のミニマム級タイトル、そのタイトルマッチの初防衛戦。左のジャブをついていきましたサルダール。さあ静かに比較的立ち上がっている感じがあります。まず飯田さん、はい、田中のこの、1回の1ラウンドの動きですね、はい、どうでしょうか。まあ、やっぱこう今距離を測ってますよね、はい、ですけどサルダールの方も同じように、細かい足のステップ、あ、いい、右を振るっていきましたがやや浅い、そういう感じです。左のジャブ、いや本当にいい選手ですよ相手。ああそうですか。左のジャブついていきます。まあ、スピードでは田中恒成かというと、あ、ドリブル、右のボディ、右のボディをストレート持っていきました。星野さん立ち上がりどうでしょうか。恒成、はい、がすごく落ち着いてますね。なるほど、はいはい、ジャブの付き合いも負けてないですから、はい、身長では4センチ田中が上回っていますが、飯田さんリーチでは逆に8センチタルダールなんですよね、はい、そうなんですよね、また入ったところでもこの、今振った左フックですよね、はい、これも武器ですから、はい、気をつけたいですよね、はい、1ラウンドから思いっきり振るってきます。青いグローブのサルダール、一方緑のグローブがチャンピオン田中恒成。あ、左ガードしています。左のジャブ、あ、これ長い、左のジャブ長い、田中恒成は長いですねやっぱり。そうですね、はい、ガードしっかりしています。第1ラウンドあっという間にもう残り半分を切っている。 WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ、田中恒成の初防衛戦。第1ラウンド左のジャブ、右のストレートを持っていきました。ガードの上からではありますが右のストレート、田中の得意なパンチです。左のジャブをついていきます。田中も比較的静かに立ち、あと右ボリー、大盛りをガードしますか、はい、はい、残り1分を切っています。緊張の第1ラウンドです。1ラウンドからもう一気にチャンスと見たら行ってもいいんだという、そういう陣営の話ではありましたけども、飯田さん比較的こう見てますね。そうですね、はい、まあ、あのガードの上から相手のパンチの強さとかも確認しているとは思うんですけれども、なるほど、はい、やはりガードの上からでももらいたくないですね。ちょっとなるほど、はい、徐々に勢い、つけてくるようなタイプでしょうね、はい、スカルダール。残り30秒です。第1ラウンド世界初防衛戦、まあ、取るよりも難しいと言われますこの初防衛戦。右から左、ガードはしっかりしています。緑のグローブ田中恒成。残り20秒第1ラウンド世界タイトルマッチ、愛知県体育館で行われています。さあ第1ラウンドもう残り時間がありません。ボリーしっかりとガードしています。田中恒成の初防衛戦、 WBO 世界ミニマム級のタイトルマッチ、第1ラウンドが終わりました。高席の解説は飯田聡さん、そして星野慶太郎さん、お二人の元世界チャンピオンです。まず飯田さん、立ち上がりどういう風にご覧になりました、はい、いや緊張感ありますね、はい、本当にお互いもう微妙なこの距離感の測り合い、距離の測り合い、してましたよね。そうですね、はい、さあ第2ラウンドに向かいます。立ち上がりの1ラウンドは星野さん比較的こう静かにという感じでしたけども ね、 で、 ね、はい、でも軽いパンチでももらわないようにしてほしいですね、はい、そうですね、はい、さあ2ラウンド目、第1ラウンドとはさあ動きが変わってくるか、ノックアウトを狙いたいと、星野さん、ある意味自分でプレッシャーをかけたこの田中の初防衛戦なんですよ ね、 すごくいいことだと思います、はい、だからこそという思いがあります、はい、恒成の体がもう大きいですね。そうなんですよね、相手よりも一回り大きく見えますね、はい、ボリュート。このラウンドはチャレンジャーに手数が出ています。飯田さん、あの脅威で言いますと 胸、はい、周りです、胸周りですよね、はい、前回 の、 あの5月の試合よりも4センチ上回ってるんですよね。うわ、そこまで大きくなりましたか、はい、いや、まあ、ちょっとボリーです、ボリーが入りました。田中の得意なパンチ、あ、一方サルダールも手を返していく。高田さん、はい、
田中サイドなんですけどね、チャンピオンの方畑中清会長は、はい、減量のこともあったけれども栄養上々の入りだと話してますね、はい、そして父親で一人右が当たりました。父親の一人トレーナーは、はい、この右を打ち下ろしてみようと、なるほど、相手にボディをもらってもいいから、はい、倍で返していけばいいから、まず打ち下ろしてみろという指示です。はい、打ち下ろしの右、まあ、これは飯田さんもかなり練習してたんですよね。あ、そうですね、まあ、1ラウンド目本当こうジャブ、はい、あと距離の、取り合い探り合いだったんですけども、多分もうこれで、右使っていくでしょうね、はい、2ラウンド以降どんどん使っていくと思いますよ、はい、左ジャブダブル、いや左、左のフックが飛んできました。いや相手もそうですね、サルダールの方も左強いパンチどんどん来ますよ。サルダール振ってくる、前に来る、このラウンドはサルダールのパンチが当たっています。ボリブロー、アッパー、左右、危ない危ない危ない、もらいましたね、今右ストレートもらいましたよ。危ない、これはガードしている、ちょっと動きたいですね、動いた方がいいですね、はい、動きたい構成です。第2ラウンド、ボリブロー、サルダールがチャンスと見たか、この第2ラウンド積極的に手を返していく。愛知県体育館構成コール、さあこのラウンドはサルダールが構成です。左のジャブからついていく、ボリブロー、左のボリー、田中も手を返していきます。左フック、第2ラウンド、このラウンドから出てきましたサルダール、右のストレート、なかなかパンチもあります、このサルダール、ボリブロー、ボリー、ボリー、もう一つボリー、左ジャブ、サルダール出てきましたね、出てきてますね、まあ、ちょっと、はい、田中選手こうブロック、ガードをするのが多いんですけども、はい、うまく外したいんですよね。あ、なるほど、はいはい、あ、こうやってこういう動きですね、そうですね、はい、ここは軽くさせたいですよね、くるっと身をひねりました。第2ラウンドはサルダールのいいパンチが当たっています。序盤に打った左ボディが、ね、効果的なんで、左ボディもっと出したいですよね。なるほど、はい、得意なパンチの一つ、その左ボディ、田中剛生、ボディをアッパーに持ってきました。左フックは相打ちになります。ボリブロー、左フック、このパンチは強烈です。サルダール狙ってますね、第2ラウンドもあっという間にもう残り10秒という展開です。 WBO 世界ウーマン級タイトルマッチ、田中剛生の初防衛戦、左のジャル、右が当たった、しかし左を返す、サルダール、第2ラウンドが終わりました。飯田さん、第2ラウンドはサルダールもいいパンチを出したんですが、この左ボディ一つ起点にしたいということですよね。そうですね、ボディ打ちはいいんですけど、この右伸びてきましたね、はい、リーチでは8センチサルダールが上回っています。この対戦、田中剛生の初防衛戦、いろんな思いを胸にというこの初防衛戦になります。第3ラウンド、さあ序盤のラウンドです。サルダールの動きも一つ注目です。田中はしっかり足を使いたい。第3ラウンド、左のジャブ、ジャブの差し合い、ボリブロー、田中はしっかりガードしています。ジャブを2つ3つ打ち下ろしていきます。右左逆に返していきます。ボリブロー左、あとこの辺りのサルダール構成か、左のジャブ2つ、このジャブの付き合いに、ね、負けてほしくないですね。そうですね、はい、本来ならスピードで田中という、まあ、そういったことがこの言われたこの立ち上がりですが、いや、サルダールスピードいいですよね、速いですよね、はい、高田さん、はい、挑戦者青コーナーのサルダールジュニアなんですが、まずデラプネトレーナーは一度コーナーで大きく深呼吸をさせまして、はい、とにかくジャブだと、ジャブをどんどん打って手数を出していけ、ポイントは取ってるぞと声をかけていましたね、はい、なるほど、はい、高田さん、田中チャンピオンサイドなんですかね、はい、一つトレーナーはジャブを出しながら円運動、コンパスの動きをしていけと繰り返してましたね、はい、これ畑中ジムの練習ジムのコーナーに掲げた、貼り付けた言葉をですね、本番でも叫んでます。なるほど、ボリブロー、左のボリーです。このパンチを一つ起点にしたい田中剛生です、うん、右を振るっていきましたが、これは頭に当たります。さあ第3ラウンド、この序盤を一つ制するのはどちらかということになりますが、サルダールが積極的に手が出ています。右のストレート、左ボディー、ダブルで持っていきました、ね、ボディーが効果的なんですよ、はい、なるほど、少しサルダール動き、最初よりもスピードが落ちてきたような感じになりますもんね。ああ、そうですか、はい、やっぱり左のボディーは有効です、ボディーのこの2つ、ボディー持っていきました。第3ラウンド、サルダール、はい、そうですね、サルダールリーチが長いんで、肘ですごくボディ隠れるんですよね。あ、なるほど、だけど、それでちょっと外からの パンチ効かないんで、はい、田中剛生、インサイドの溝落ちにうまくこうついていくボディの打ち方に変えましたよね、はい、これでどんどん攻めていきたいですよね、はい、さあサルダールのパンチをかいくぐってボディ打ちから起点をというところです。右のストレートは空を切ります。第3ラウンド、でもそうですね、今右かぶせてきましたよね、あれも打っていきたいですね、はい、アッパーです、サルダールよく手が出ています。第3ラウンド、左のジャブが当たりました。田中、右のフック返していく、アッパーを振っていきましたサルダール。さあ第3ラウンド、この序盤をしっかり制したい。左のジャブが当たりましたサルダール、
やはり飯田さんパンチ長いですね。そうですね、ちょっと今、はい、このラウンドから、田中選手距離 近づけたんですけ ど、いい右のストレートガードの間からかいくぐってパンチが飛んできます。サルダールが前に来る。いやパンチあるかもしれないですね。サルダール右ロープ引っ張る。田中ロープ引っ張る。動いた方がいいです。はい、しっかり動きたい田中。第3ラウンド、第3ラウンドです。右のストレートが当たりました。さあ田中足を鍛えたい。第3ラウンド世界タイトルマッチの初防衛戦、右のストレート、サルダールの右が当たりました。第3ラウンドも残り時間がありません。ボディーブローを振るってきます。田中康生、ああ話が出ています。第3ラウンドが終わりました。2ラウンド3ラウンドとサルダールのパンチが星野さんこれ捉えてましたね。はい、左フックかなと思ったんですけど右が終始当たってますよね。はい、リーチでは8センチサルダールが上回っているこの両者。さあ田中としては飯田さんやっぱりあの足をしっかり動かしていきたい。足でですね、足とですね、今日は本当頭が止まってるんですよね。あ、なるほど、この動きですね、はい、頭をどんどんちょっと動かしていきたいですよね。はい、第3ラウンド終盤には鼻血を出しました田中康生です。ボリブローアッパーです。高田さん、はいはい、チャンピオンサイドなんですかね、はい、右の鼻血に関しては、はい、村田大輔トレーナー、そして大丈夫だということですね。そして右後ろ下ろし、畑中清会長はですね、はい、中に入ってくると相手が嫌がってくっついかれた方が嫌だということは分かっているから、しています。それの対応をしていくということですね、はい、で右フックをもらったとしても、左を返していけば絶対大丈夫だからと言ってます。左のフックを当てていきますサルダール。このラウンドも先にパンチを出しています。序盤取られる、まあ、比較的苦しい展開と言っていいかと思います。右2ラウンド3ラウンドはサルダールのパンチが相手を捉えました。田中がここからどういう粘りを見せるか。さあしかしかいくぐっていきます。前に行きます田中ボリュー。そうですね、このちょっと近い距離の方がいいかもしれないですね、はい、この相手には、はい、第4ラウンドです。さあ少し距離を明らかにこれ星野さん詰めてますね。詰めますね。ボリュー、サルダールのボディです。ボディは嫌がってるはずですよこれ、はい、比較的こう田中の左ボディ相手を捉えている。まあ、あの一瞬ではありますけどもサルダールの動きもアッパーです。動きも止まります。しかしサルダールもよく手が出ている。第4ラウンドに入っています。中田さん、はい、挑戦者のサルダール陣営ですが、このラウンドも指示は変わりません、はい、手数ジャブを多く出していけということです。なるほど、はい、まあ、その通りやっているというところです。田中は序盤はっきりとした構成というところを取りたいこの序盤ではあります。明らかに田中が星野さんこれ前に出てますね、はい、出てますね。距離を潰しに来ています、はい、リーチでは8センチサルダールが上回っていますが田中前に来る。左フック右ストレート、ここは逆に手数が右ストレート。このブロッキングの後にすぐに返しのパンチが欲しいですね、はい、なるほど、はい、ブロックだけでは終わっていけないというところです。田中が前に来ます。ボリブロー右右のストレート打ち下ろしはサルダール。左を返す田中、左フック右ボリブロー左、サルダールの手が当たる。田中しっかりと前に来る。距離を潰しにかかる。第4ラウンド前に来ます。覚悟を持って前に来ます。いやもう減量が苦しかった分、体では、アドバンテージありますからね、はい、ちょっとあの接近戦で押していくのもありですよ。なるほど、はい、胸周りは4センチ前回の試合から上回っているという、まあ、まさにまだ成長するという旗手。右右が当たりました。田中の右効いてますよ。田中の右が当たっている。今のカブセータの効きましたよ。さあ確実に崩れている。チャンスを迎える第4ラウンド、田中のパンチが当たりました。右しかし手を返すサルダール。サルダール必ず打ち返してきますから。右左ボリー、返しをもらわないようにしたいですよね。はい、右のストレート打ち下ろしていきます。打ち合いになりました。嫌がった時には鼻血を出しながら苦しいラウンドになっていますが、この4ラウンド田中の飯田さんいいパッチ当たりましたね、はい、そうですね、まあ、やっぱちょっとリーチともありますから、ちょっとこの近い距離でこれ良かったですね、はい、そうですね、右のかぶせどんどん使っていきたいですね、はい、一瞬サルダールの動きが止まりました。WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ、田中康生の初防衛戦。さあここから中盤に入っていきます。愛知県体育館、さあ田中が出ていく。距離を潰しにかかった第4ラウンドに一ついい形を出しました田中。ボリブロー左のジャブ、ここへ来てエンジンかかってきた感じですね。ああ、そうですか、はい、はい、ナイスボディ、ボディを詰めていきます。さあ距離を詰める田中ジャブ、このボリブロー左、ボディからアッパーです。相手を捉えます。
パワー強化を掲げてこの取り組み、胸板も4センチ上回りました前回の試合と比べて。そんな中での今日の試合、アッパーサルダール、しかしよく手が出ています。序盤スタートの中盤にかかって田中のスタミナという点も一つ大きな武器になります。第5ラウンドに入っています。左のジャブ、頭を動かす、井田さん、こういう形ですよね。そうですね、はい、いやサルダールも打っては横に動くといういい動きしてますからね。あ、なるほど、捕まえづらいんですよね。あ、そうですか。サルダール体がよく動いている。アッパー、アッパーは避けていますが、左のジャブ、あーと逆にもらう。いや相手が出したときしっかりサルダールの手を返しているので、ボリブロー、ボリー打ち合いになっている。右のストレート、左、あ、距離を詰めての打ち合いです。サルダールの打ち返すパンチ強いですよ。あ、本当に注意しないとダメですね。一瞬顔がグラッときました。田中、左のジャブ、ジャブの差し合いです。第5ラウンド、高田さん、はい、チャンピオンサイドなんですかね、相手のパンチの息越しにしっかりとパンチを返せという、なるほど、田中トレーナーの指示です。はい、さあ4ラウンドあたりから徐々に田中の動きになってきたか。第5ラウンドに入っています。高田さん、はい、挑戦者のサルダール陣営ですが、今度ジャブの手数に加えて、はい、ボディも狙っていくと、なるほど、そういった指示が出ていますね。はい、左のジャブです。ジャブの差し合い、アッパーから左、第5ラウンドに入っています。残りあと1分少々。いや、2ラウンドからは両者ともに非常に手数が多いこの対戦です。さすがにハードパンチャー同士、左のジャブ、田中もパワーを増したこの初防衛戦。ボディ ー、 あー、連打できた、連打できた、田中のボディが連打で当たりました。いや、嫌がってますね、サルダール。ボディは嫌がってますよ。はい、ボディは嫌がっている。第4ラウンド、第5ラウンド、田中のいいパンチも当たっています。アッパーです。なんかポイントを取るスタイルにチェンジしてますよね。ダウン、田中キャリア初めてのダウン、右が当たりました。さあ、ダメージはどうか、ダメージはどうか。タイミングですから大丈夫です。そうですか、はい、ダウンを取られました。いや、来ますよ、サルダール来ますよ。サルダール来る、動きたいですね。左、ボディ、左、右、アッパー、サルダール来る。田中、なんとか、なんとか捉えたい。かわしていく、かわしていく。残り15秒、田中がダウンを奪われた。第5ラウンド、我慢のラウンドですね。我慢のラウンド、我慢のラウンド。残り10秒切っている。田中がダウンを奪われました。第5ラウンド、サルダール前に来る。終わりました。このラウンドが終わった。田中ダウンを奪われました。田中がダウンを奪われました。第5ラウンド、この右のストレートです。いや、ちょっとこうキャリア初めてのダウン、飯田さん、はい、いや、強いんでしょうね。そうですね。さあ、飯田さん、ダメージの方ですけどもね。いや、あるとは思いますよね。でもやっぱりちょっとしっかりこう気合い入れ直して、はい、はい、さあ、なんとか落ち着いていきたい。第6ラウンド中盤に入っています。サルダールにダウンを奪われました。田中、距離を潰していく。アッパー、左のジャブ、左のジャブの突き合いです。 WBO 世界ミニマム級タイトルマッチ、サルダールからダウンを取られました、この田中恒成。高田さん、はい、チャンピオンサイドですけどね、確かに先ほどのラウンド、ダウンをもらったけれども、平常心でいけという父親の一つトレーナーの声ですね、はい、細かく小さく、はい、ダウンをもらっても固くなに細かくいけという指示です、はい、細かくいけという陣営です。左のジャブをついていきます。そうですね、まだ6ラウンド、十分に飯田さん、はい、世界戦は12ラウンドありますから、取り返すラウンドありますよね。そうですね、もちろんサルダールパンチ力あるんですけれども、はい、やっぱり一発で倒せる、田中選手もありますからね、さあ、この6ラウンド、ボディが当たっている。田中のボディが相手を捉えます。前に来る。さあ、シャニムに前に出ます。田中のこういったボクシングってのは、飯田さん、はい、なかなか見ることありませんでしたけども。そうですね、逆に火がついたんじゃないでしょうかね、はい、ダウンしたことで、はい、もうセコンドの指示通りコツコツとやっぱりボディも攻めていくと、また後半チャンス出てきますよ、はい、サルダールは実は8ラウンドまでしか試合の経験がありません。ですから、ここから長いラウンドになっていくと、また田中にチャンスが広がる、そういう可能性もあります。左のジャブ、ドリブロー、距離を潰していきます。ボディ上がってますね。あ、そうですか、はい、右が当たります。また一つ距離を取りたいというサルダール。前に突っ込む田中、もうシャニムに前に出ていきます。第5ラウンドにダウンを奪われましたが、さあ、この6ラウンド、ボリブロー、アッパー、
まだパンチが鋭い田中、右のストレート、そうですね、ちょっとアッパーも大振りになっちゃうんですけど、そうですか、もっとコンパクトでいいと思いますよ、はい、細かくいきたいという陣営です、サルダール、このアッパー返してきますから、はい、頭は振りたいんですよね、接近して、前に行きながらも頭の位置は変えたいですね、頭を振りたいという田中、振って前に行きます、振って前に行きます、これ動きは止めたくないですね、そうですね、アッパー左取り、大きいだ、サルダール立てるか、どうなんだ、ボディが効いている、立てない、ノックアウト、逆転、逆転、逆転、ノックアウト、苦しい試合を逆転でものにしました、初防衛成功、田中康生ノックアウトで逆転でこの試合をものにしました。いやー、井田さん、いやー、もうハラハラしましたね、はい、いやー、よかったですね、いやもう本当にちょっと今日はですね、はい、もう、まあ、減量の影響でしょうね、もう頭は動かないし、ちょっと調子悪かったんですよね、はい、いやー、しかしそんな中、星野さん、はい、最後は大逆転ノックアウト、いやー、一つ田中の飯田さん、はい、新機軸といいますかね、はい、新しいものを見ましたね、はい、いやー、やはり本当そのセコンドの指示通りコツコツとマッシュアップボディ狙っていって、はい、まあ、パンチ力やっぱありますね、田中康生選手、そうですね、はい、パワー強化を課題に鍛え上げてきたここまで、まあ確かに減量の苦しさはあったでしょうが、ダウンを喫した苦しい試合の中ですね、かっこいいですよね、ボディで KO、 そうですね、はい、世界戦ボディで KO という田中康生、有言実行、見事ノックアウトで世界タイトル初防衛です。6ラウンド2分15秒6ラウンド2分15秒、勝者赤コーナー WBO 世界ミニマム級チャンピオン、ノックアウトクリーンボーイ田中名乗りを受けます。田中見事逆転のノックアウト、苦しい展開を回りましたが最後は田中が逆転ノックアウト、逆転ノックアウト勝利です。実は今手元に、先ほどのラウンドまでのジャッジペーパー入っていたんですが、6ポイント差が2人、そして4ポイント差が1人、もう田中取られてたんですよね、まあ、ダウンもありましたんで、厳しかったんですよね、